疲れ切った私たちに大量のアイアンスパイダーが襲いかかる。酸性油が降りしきる中、私たちは疲労困憊の体に鞭を打って戦った。大陸南東部は噂に違わぬ魔境だった。厳しい現実を目の前にして震え上がる仲間が続出。私はみんなの気持ちを汲み取り、しぶしぶ南東部の探索を打ち切ることにした。しかし、ハブに戻る前にやることがある。天狗を奴隷にしたリーバーに借りを返さなければならない。こうして、私たちはリーバーとの最終決戦に挑むのだった。今日もアウトローとして人の幸せを考えていこう。現在、我々はリーバーの本拠地のアークを目指しているぜ。アーク？モングレルのアークと何か関係があるのだろうか？見えてきた。あれがアークだよ。スパイダー工場と同じ形状の建物だな。さあ、ここから先は敵の領域、気を引き締めていくよ。背後からリーバーの部隊が来てるぜ。さすがは本部、紹介部隊がいるようだね。いつものようにサクッと片付けてしまおう。部隊を全滅させると奴隷が立ち上がったよ。リーバーが連れている奴隷は、所属部隊が全滅すると脱走を図るぜ。まあ、私たちが攻撃してるから満足に歩けない時もあるけどね。それで復帰したリーバー出血に見つかってボコられることがよくあるぜ。リーバーの魔の手から奴隷を救うために、彼らのボスにはしっかりとなしをつけないとね。倒れたリーバーから武器を剥ぎ取っていたら他の部隊がやってきたよ。もう私たちの実力だと、いちいち武装解除しなくてもいいのになんで武器取ってたんだ。たまに品質のいい装備を持っている敵がいるから、それを売却用に確保しようと思ってね。皆さん、これ170万キャット以上持っている人のセリフですよ。しみったれすぎて鼻水垂れますわ。私はこうやって170万も稼いできたの。いつまでもここら辺をうろうろしていると、また紹介部隊に襲われそうだから先を急ごう。さて、拠点の外には敵の姿は見えないようだね。奥に見えるスロープから上に上がることになるぜ。誰もいないかと思ったら犬頃が駆け寄ってきたよ。リーバー奴隷よりリーバー犬頃の方がネーミングが悲惨に思える。犬頃という絶妙なバカにしている感満載の単語。かといってリーバー犬だと奴隷とどっこいなイメージになる。リーバー番犬だと強そうだけど、それだと明らかに実力が伴っていない。まあ犬頃うんぬんとか言ってるけど、リーバー出血も大概な名前だがな。リーバーのボス、ネーミングセンスがない説。とか話し込んでいるうちに、リーバー出血が上から降りてきたぜ。絵面的には基地内で戦っている様子が欲しいから、騒ぎを聞きつけた連中が降りてこなければいいんだけど。上から援軍が来る気配がないし、どうやらこいつはたまたま降りてきただけのようだ。ならよかった。それではザ・ワールドとエコーズ・アクト1を使って内部の様子を偵察するよ。ふむ、どうやらここは一つの巨大な居住区となっているようだ。大量の寝袋が置かれた寝室に食堂、訓練施設もある。そしてここでも奴隷が捕らえられているな。座布団がたくさん置かれたエリアを発見。やけにがたいのいいリーバーがいたが、こいつは普通の出血だったぜ。基地の大きさの割には、敵の数は多くない気がするね。おっと、王座があったぜ。この王座に鎮座している人物こそリーバーのボス、バラモンだよ。攻撃力91、防御80、打たれ強さ95の強敵だな。巨大な組織をまとめているボスというだけはあるね。しかし、偉そうにふんぞり返っていられるのも今だけだ。リーバーは今日で終焉を迎える。我々パブリックエネミーズの箔となるがいい。パブリックエネミーズ、総員突撃。しかし思った以上に敵の数が少ない。ひょっとしたら私たちの方が多い可能性もあるぞ。なんだって、それじゃあ、私たちがやっとのことで強大な敵を倒したというシーンが撮れないじゃないか。バラモンで我慢して。今、中央で戦っているリーバーがバラモンだね。ビープがあっさりとやられたぞ。これは本気を出すしかありませんね。よしみんな、気を解放するんだ。またわかりにくいネタを。しかもやっていることはカバンを下ろすだけで、もう気とか関係ないよね。バックパックを下ろしたところで戦闘再開だよ。アブヌがまだバックパックを背負っているぞ。盗賊用は戦闘力が大きく下がらないからいいよ。変わるチャンスだぞ、犬頃。名のない恥さらしからリーバーの英雄への大出世だ。兄弟関係へようこそ、ここが志願兵たるお前の新しい家だ。バラモンが何か言ってるね。大出世とか言っているな。確かに、リーバーのボスのバラモンを倒せば、英雄として見られること間違いないよね。お言葉に甘えてその首を頂戴するとしようか。バラモンは結構粘ったけど、さすがにこの数にはどうしようもないね。最後はクロスボウの矢が刺さってじ、エンドだぜ。
バラモンは名刀の長剣を持っていたよ。防具も熟練等級と傑作等級だったからもらうことにしたぜ。囚われていた奴隷たちはみんな助けることにするよ。足かせは私の怪力無双でこじ開けてあげたぜ。マリサの筋力は91あるから、足かせなんてせんべいのようにボロボロにできるよ。檻の鍵は霊夢に開けてもらうぜ。私一人だと大変だから、霊にも手伝ってもらったよ。奴隷が逃げていったな。この調子でどんどん解放していこう。復活しているリーバーを発見。私たちに襲いかかってくるわけでもなく、その場に佇んでいるだけだぜ。突如の襲撃に呆然となったか。リーバー出血からリーバー呆然に解明するべきだな。綺麗な一撃が頭部に入ったけど、まだ息はあるみたいだ。まだ回復の見込みがあるリーバーは檻に入れていこう。ガランとして寂しい檻よりも、人が入って賑やかな方がいいからな。アイテムはたくさんあるけど、ほとんどいらないものだね。食料と金庫に入っていた金目のものだけもらっていくことにしたぜ。バラモンは私たちと一緒に来てもらうよ。わけのわからん組織を作り上げて、そこらの人々を奴隷化させて戦わせた罪は重いぞ。しかし、私たちは寛大だから、バラモンの今までの悪行を不問にすることにしたよ。撮影に協力してくれたお礼として、彼が喜びそうな場所に連れて行ってあげるとしよう。それでは、これで大陸南東部から一旦離れるとするよ。さて、ホーリーネーション領まで戻ってきたぜ。私たちがやってきたのはリバース鉱山という場所だよ。ホーリーネーションは不信心な者や廃墟者、犯罪者を奴隷にして強制労働に就かせているが、リバース鉱山は公正の余地なしと判断された者が送られてくる場所だぜ。奴隷は生涯にわたって、ここで預言者フェニックスの像の建築に従事させられるよ。要するに無期懲役の収容施設だな。真ん中にあるのがフェニックスの像だよ。顔と離体がうまくいかないぜ。フェニックス像の撮影は今は置いておいて本題に移ろう。このリバース鉱山は、奴隷販売店のように仲間や NPC を奴隷化させることができるぜ。受付はこの小屋だよ。奴隷を買いたいという選択肢もあるが、それを選ぶと人身売買とはけしからん、と怒られるぜ。都市連合との奴隷感に違いがあるね。それではバラモンを引き渡すとするぜ。するとバラモンが連れて行かれるよ。チョックラートを追ってみるとするか。バラモンよ、お前は奴隷を近くに置いておくのが好きだったよな。ここにはたくさんの奴隷がいる。まさにお前にぴったりの場所と言えるだろう。あ、ちなみにバーネ・アグヌがいるけど、ホーリーネーションの兵は無反応だよ。やはり有効度が高いと、スケルトンがいても見逃してもらえるみたいだね。オクランの競技とは一体。うごご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 ご。こうしてバラモンは奴隷の小屋に連れて行かれ、檻の中に入れられましたとさ。肝心の檻に入れられるシーンが撮れてないぞ。これは無能ザルカメラワーク。その後バラモンは足かせをつけられて、無事に奴隷になったのでした。檻から出て行ったがこれは労働に従事するためだぜ。こうしてバラモンは、他の奴隷と一緒に採掘作業に従事するのでした。他の奴隷は服を着ているのに、バラモンはパンツ一丁でかわいそう。これはみんなからパンイチってあだ名がつけられますね。バラモンに新しい生活をプレゼントしたことだし、私たちもハブに戻るとするか。懐かしの我が家だぜ。ちょっと待って、天狗が何か言っているよ。この世界を見て回って分かったことがある。この世界は暴力に溢れている。そうだね、天狗も何度も窮地に陥ったもんね。こんな世界は是正しなければならない。お前たちは人の幸せを考えて行動しているようだな。私にも協力させてくれ。もちろんさ。というやりとりがあったということにしておいてくれ。天狗を仲間に加えるのには、プレイヤートークとミープジョインチームというモッドを使用したよ。これが天狗のステータス。戦闘系のスキルは私や霊夢より一歩劣るが、打たれ強さ66は私たちより高いぜ。なんでこんなに高いんだってばよ。いやー不思議だな。まか不思議、引き換えかい。天狗には、倉庫の肥やしになっていた義足をつけてあげたよ。ケイル R とスカウトレックだな。これで天狗を担ぐ係は不要になったね。次はリーバードレイの名前を変更するぜ。改名は忍び盗賊団のお世話になるよ。この二人の名前はいろいろ悩んだけど、やはり素材の味を大切にしたいという思いがあった。というわけで、彼の名前はリー。もう一人の方をバートしたよ。二人とも新しい名前を気に入ってくれたみたい。とてもそのような顔には見えないが。
こうしてパブリックエネミーズは、天狗、リー、バーという新しい仲間を迎え入れたよ。次回はいよいよ、パブリックエネミーズの拠点を構築していくぜ。拠点を築く場所はもう決めているよ。ちょっと短いが今回はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。